ほら、え、すごっ、やばっ、ちょっと溶けてきてますね。え、すごっ、え、水が出てる。そう、ちょっとほら、逃げてきてる。え、なんで学研ウェアチャンネル、学研ウェア実験シリーズ。スライム好きでしょ。スライム好きか嫌いかで言われたら普通ですね。いや、スライムはテンション上がりますよね、皆さん。今日はスライムを早速作って、はい、そのスライムにいろいろなものをかけてみましょう。まずは普通にお水。水。お水です。これお湯です。お湯。お湯です。はい、お湯もね、そんなにめちゃくちゃ熱いお湯じゃなくて、ぬるま湯ぐらい、お風呂ぐらいのお湯ね。で、これは絵の具とかでもいいんだけど、今日は食紅を使います。で、続いてこれ薬局に行ったら買えるんだな。そうですね、薬局、あとアマゾンに。アマゾンに。はい、ホウ砂。ホウ砂です。はい、ホウ砂っていうのはいわゆるいろんな化学物質の中でホウ酸というものが含まれている、その粉末になるんですよ。初めて聞きました。はい、で、あとは洗濯のりなんですけど、洗濯のりってワイシャツとかをパリパリに仕上げるために洗濯機に一緒に入れたりするんだけど、ここの、洗濯のりの成分、これ絶対なんだけど、ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール、はい、PVA が含まれているものを選んでください。材料は以上となります。早速作っていきましょうか。ではまずお湯。お湯、はい、でこれお湯は、50ml を測っています。でこのお湯の中にこのホウ砂を 4g 入れます。 4g よいしょ。 4g ホウ砂です。 4g、 4g って結構やね。全然1なら。え、ほんまに、あ、1だった。結構ガーっていっちゃった。めっちゃ入れるんですね。じゃあ、吉原かき混ぜて、それ。かき混ぜます。うん、はい、一方で山椎先生はこっちの方に色をつけておきます。水、100ml あります。この 100ml に、はい、この食紅、青でいこうかな。青で色つけちゃいます。あっ、やってしまいました。まあ。綺麗な青色になりました。これ、食紅が入ってます。ここに洗濯のりをまた 100g 入れるから、100g、 よいしょ、よっよっよっ、結構いっていいよね。これぐらい、わぁ、こんなもん、もうちょいか。100ですもんね。100、お、もうちょっと、お、おぉよっ、おっ、おぉ、あー、超えた。まあ、じゃあこの山椎先生が作った1液と、はい、吉原が混ぜている2液を加えながら、ちょっとこれここに加えながら、はい、徐々にちょっとずつ加えていってくれる。よいしょ。で、まず OK が混じってる状態、こんな感じ。ほら、え、すごっ、やばっ、いける。え、やばっ、すごっ、すごいでしょ。水飴みたいに、めっちゃスライム。さあ、ああ、完成かな。いっとく、スライム。いっとくって何ですか。いっとく、ああ、うん、触りたいです、めっちゃ。いっとく、いくよ。ちょ、そこ、すごいけど、すごいけど、はい、やりました。全体にこう、ちょっとスライムです。スライムできましたね。できました。はい、お皿に入れていきたいと思います。おー、さあ、じゃあこのお皿に入ったスライムに一番初め、はい、お酢をかけてみましょうか。お酢、はい、どうなるんだろう。お酢かけるよ。お酢、よいしょ、はい、かけました。なんかそうそう、ちょっとしばらく待つよ、これで、はい、全体馴染むまでね、はい、まさか、まさかのでしょ。え、すごっ、え、なくなっちゃってますね。ほぼなくなっちゃってますよね。ええ、そう、はい、スライムにレモンを絞ります。はい、ギュ、はい、こんなもんかな。またかき混ぜていきたいと思います。はい、どうなるんだろう。色は変わらないですね。うん、ちょっと溶けてきてますね。え、すごっ、え、ほら、え、全然柔らかくなっちゃってるじゃないですか。ほら、もうほぼほぼスライムの原型がなくなりつつある。あ、なくなっちゃうんだ、レモンで。
そうなんですよ。はい。で、実はこのレモンも、お酢とほぼほぼ同じ役割を果たしますね。なるほど。あ、お酢と似てる。そう、ホウ酸の役割がなくなっちゃうんですよ、ね。ほら、もうほぼほぼほぼ溶けてなくなってきたよね。さあ、これぐらいとか。これね、実はね、もうちょっと変化起き始めてるんですよ。え、ちょっとなんか変化起き始めてるんですよね、これ。え、なんかグミみたい。そうそうそう。え、なんかサブサブになってますね。そうそう、なんかちょっとね、こう水がね、水が出てきてる。そう、ちょっとこう、ほら、出てきてる、出てきてる。水が出てくるんですよ。なんでだ、硬いものなんだけど、うん、水が、ほら。え、すごい、なんで、しかもなんかめっちゃ硬くなってません？うん、硬い硬い、だいぶ硬い。すごっ。ちょっと触ってみたいです。なんか水が、なんじゃこりゃ。なんかしかも、スライムみたいな、ボヤみたいなのが少なくなってきて。もんで、伸ばして、折りたたむ。もんで、伸ばして、折りたたむ。